彼の一番好きな食べ物はカレーでした。です、本日はですね、約10分で彼氏が惚れ直す絶品カレーっていうのをご紹介していこうと思います。以前ですね、キーマカレーのレシピっていうのをご紹介させていただいたんですけども、今回は本当にスタンダードなカレーをご紹介できたらなと思います。普通のカレーなんですけれどもね、ちょいちょいちょいってちょっと加えたりするだけで本当に美味しくなりますし、今回はですね、時短術を使ってやっていくので、本当に約10分でその美味しいカレーが出来上がるので、このレシピを参考にして好きな人や家族友達にぜひとも作ってみてください。それでは早速作っていきましょう。本日使う材料はこちら、また紹介していきます。はい、ではまずね、皮を剥いた人参を切っていきます。人参って皮剥かなくても大丈夫なんですけど、まあね、食感を滑らかにするためにも今回は皮を剥きました。で、切り方なんですけど、こういう風にね、なんていうの、こう乱れ切りっていうんですかね、もうね、乱切りっていうの、ちょっとね、普通の切り方じゃなくてね、こうあえてね、こういう感じでほしいの。普通にね、包丁で切るよりもこういう風にさやると割れ目っていうのかな、ここができるからね、味が染み込みやすくなります。まあ、切れないところは普通に切っちゃっていいんですけど、で、これをね、用意したボウルの中に入れます。で、ちょっと水が浸るぐらい入れます。ふわっとね、ラップをかけます。500から600ワットのレンジで約2分温めます。これが時短術なんで、次ね、このじゃがいももね、同じような感じ、こういう風に割ってくって感じかな。そうするとね、断面が不揃いになるから味が染み込みやすい。さっきよりはちょっと語彙力が上がったんで、これをね、軽く水にさらします。まあ、さらさなくていいと思うんだけど、ね、気持ち的にいつもじゃがいもはさらしてしまう。こんなタイミングでね、チンした人参がね、よし、この中にね、入れちゃうのよ、これも。ここに水をね、入れます。水はだいたい 300cc ぐらいで、さっき入れたのが 100cc ぐらいだから、まあトータルで 400cc ぐらいかな。で、ここにコンソメを約大さじ1ぐらい入れます。で、またこうやってね、さっきね、ラップをします。で、なんで人参を先に入れたかっていうと、じゃがいもより人参の方が硬いから、なんで先に茹でました。一緒に茹でちゃうとね、ちょっとね、人参はまだ硬いのにじゃがいもは柔らかいとか、なんかそういう状況が起きちゃうんで、先に人参を2分茹でてます。はい、で、これでまたレンジに入れます。600ワットで約8分ね、チンします。その間にこちら、玉ねぎ1個を切ります。切り方を普通にこういう感じで、カレーって何が時間かかるかっていうと、じゃがいもとか人参とかが柔らかくなるのに時間かかるから、そこの工程っていうのを電子レンジでね、やってあげるとすごい時短にもなるし、じゃあね、その今レンジしてる間にこっちのコンロに移ります。基本全部フライパンでやります。火加減は強火で大丈夫です。はい、で、ここに油を入れます。豚の細切れ肉約 150g を入れます。炒めます。すぐぐらいのタイミングで玉ねぎ入れます。お好みなんで、僕はここでね、お酒を少し入れます。大さじ1ぐらい。やっぱお酒を入れると何でもね、コクが出るなって思うからね、結構何でもお酒入れちゃうかも。で、ここにね、ウスターソースを大さじ1ぐらい、醤油も大さじ1ぐらい、ニンニクチューブ少し、お好みで、ケチャップ大さじ1ぐらい、で、ここにルーをね、先にね、
2かけぐらい入れちゃいます。でルーを入れたあたりぐらいから、ごめんなさい、火加減は中火ぐらいにしましょう。でないとね、カレーが焦げちゃう。一回火止めます。待ちます。お、はい、レンジ OK。 これをね、全部ぶっこんじゃいます。このままもうダイブ、はい、よいしょ、混ぜます、混ぜます。またね、カレーのルーを2つ追加ですね、します。あとはね、こうやってね混ぜていくだけなんですけど、ごめんなさい、僕がねちょっとやらかしてしまったのが、いつもだったらね、あとねこれほんと 2,3 分ぐらいで馴染んだら OK ぐらいなんですけど、今日ちょっと私がじゃがいもと人参をでかく切りすぎたので、まだね若干通ってないすいません、ごめんなさい。もう味付けはこれで OK なんで、もうゆっくりとコトコトとさせて終わりです。10分とかね、その本当時短で作りたいときは細かくもうちょっとちっちゃめに切りましょう。すいませんでした、大きめに切ってしまったので、約10分がもうちょっとかかっちゃいそうです。じゃがいももね、こう箸が通るようになりました。僕がねちょっとねでかく切りすぎたっていうのもあって、トータルでですね約20分ほどかかりましたが、なんとか完成しました。じゃあ食べましょうか。カメラ越しにてんちゃんもいます。カメラの横にいます。いただきます。あの唐揚げもねトッピングしました。王道カレー、うん、うまい、うん、うまい、うまいね、うまいね、うまいね。腹減った時のカレーはやばいね。でも俺ら3人ご飯食べてる時マジ会話ないよね、うん、永遠と食べてる。ラブミンと会話してるからさちょっと、うん、この量もう一杯いける、うん、まだあるよ、食べようかな、うん、カレーと唐揚げがマジでうまい、うん、合うよね。中学校の時とかもカレーと唐揚げのあのセットが売ってて、やっぱり今それ言おうとした、そう同じこと言ってた、唐揚げカレーっていうのがあって、うん、ね、今日はカレー食うぞって気合いで言ったんですよ。ある時、うん、気合いで買ってカレーカレー持って行って、うん、なんかよかったら座ろうとしたら、カレーカレーを持った手がなんか力が緩んで、やば、普通こう置くつもりがなぜかこうバンと真反対に、うん、やば。え、食堂のことなんて言ってた？食堂、食堂行くみたいな感じ、友達と、うん、食堂、うちさ食堂のことキャンティーンって言うんだよ。なにそれ。だから食堂に馴染みがなくて、普通にあ4限終わったしキャンティーン行くみたいな、あ行く、今日 OK、 キャンティーン待ち合わせねみたいな。ないか。はい、みんな食べ終わったね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあ約10分で彼氏が惚れ直す絶品カレー、ちょっと10分以上かかっちゃったんですけど、ね、よかったら作ってみてください、そしてぜひともチャンネル登録もお願いします。エイトとオムジュンとてんちゃんでした。バイバイ、バイバーイごちそうさまでした。ごちそうさまでした。